アニメ、魔法少女マドカマギカ、さくら京子などを務める声優の野中愛が、新型コロナウイルスに対する PCR 検査の結果、陽性であることが確認された。16日、所属事務所、青鬼プロダクションが公式サイトを通じて報告した。サイトでは、この度弊社所属、野中愛が、イベント出演のため実施された、新型コロナウイルス感染症に対する PCR 検査の結果、陽性であることが12月15日に確認されました、と伝え、イベント出演に際し、事前検査として PCR 検査を受けた14日には本人に自覚症状はなく、翌15日の日中に軽い倦怠感を覚え、自宅待機をすることとなり、同日夜に陽性と確認されましたと報告。現在は、倦怠感もなくなり、発熱、咳などの症状はなく安定しておりますとし、弊社といたしましては、引き続き全所属俳優及びスタッフの健康状態の把握を徹底しながら、医療専門家、行政機関の指導のもと、お客様、所属俳優、弊社スタッフの安全確保を最優先に考え、感染予防と拡大防止に全力を尽くしてまいります、とコメントしている。野中は、マドマギのほか、フェイト、アポクリファグロのバーサーカー、チャギントンポコ、ワンピースマンシェリービメ、ケモノフレンズアニメキリン、魔法先生ネギマ、このえこのか、さよなら絶望先生、風浦か不幸などの声を務める。